育つ氷の塩。火星は赤茶けた酸化鉄の砂塵で覆われ、春から夏にかけて砂嵐が吹き荒れることで有名だが、北と南の極域は年中氷で包まれていることもよく知られている。特に北極間は陶器に範囲を拡大し、氷の原野がどこまでも続く。その主成分は二酸化炭素と水であり、構成要素である CO2 と O2 を巻き上げ、宇宙空間を含む火星圏全体へ届けるものこそ。 砂嵐、ダストストームリーダー今日使う分のマニュリスの生成がそろそろ完了するどこを作ろうかそうだな地下はスパイダー3がやってくれてるから僕らは表情かなまずは入り口いいね確かエアロックを囲う設計だったなラジャー早速準備に入ろう頼んだよ僕は明日生成する分のレゴリスを集めよう片付いたら合流する 私たちはいつも、こんな調子で打ち合わせを済ませ、各々の特性を活かしながら、建設を進めている。リーダーは人間で私は AI、お互いに得意なことと不得手なことがあり、補い合うことで調和する。時には少々のすれ違いも生じるが、そうした場面では、第三者が仲介することにより解決する。24年前に、くよみ計画、 と呼ばれた月面都市開発計画が始まりその進捗の中で蓄積された数多の経験を土台としてここカセでのガリレオ計画は今まさに歩み始めている調子はどう地下はとりあえずうまく進んでる今日は夕方前に片付きそうだこっちも順調エアロック周りから始めて少しずつ広げるプランさ楽しみだよいいね来週は気分転換に担当エリアを交換しないか 実は俺氷マニアなんだそういえばそうだったなそうしよう僕も地下での建設を思い出したいからさ建築途中のマーズハブは言ってみれば南極基地のようなものであり私たちの住居職場となる場地球から月を経てはるばる火星へ連れてきてくれたマーズガザ号は昨月頭北極間の縁にほど近い地点へ着陸したのちマーズハブが出来上がるまでの仮住まいとなっている。 着工からもうすぐ一月を迎える新居へ最近少しずつ資材を移し始めたところだオーライ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 ストップお疲れちゃん。これで全部だよな今日運び入れる分。結構あるねエアロックパンパンだぜドローンたちがいるから大丈夫だけど一応もう一人呼んでくる二人よりその方がいい助かるね俺はその間、ドローンたちと打ち合わせしておく まるでパズルだなこりゃ。ふわふわと浮かぶ多数のコンテナは内容物に応じた色で塗られて、さながらガチャガチャかバルーンアート。子供たちが見たらさぞ喜ぶだろう。駐在員たちも楽しそうに飛び回っている。引っ越し作業を横目に、私は部屋の隅で、一日の疲れを癒しながら、明日の駅を蓄えている。インジケーターはまだ4割か。まあ、翌朝までには充電を終えているはず。 それまでのんびり、うとうとしつつ、ゲームでもしようか。それに飽きたら、音楽でも聴こう。先週撮影した、あの美しい景色を、ぼーっと眺めてもいい。はぁ、あ、みんながんばぁ。はあ、ME25 年2月1日。ノースクラウン、マーズハブ建設地。建築用 3D プリンタドローン、スパイダー4。